予選を勝ち抜いてまいりました。ビブナンバー4番、昨年歴6年、12歳、フロム長野県小布施市、ギボンジャパンライダー、林英心。さあ対しますはシード選手かな、あ、昨日の試合に出ましたね、シード枠で、ここからの試合に参戦です。ビブナンバー2番、同じく昨年歴6年、19歳、同じく長野県小布施町、ギボンインターナショナルプロアスリート、そしてさらにはレッドブルアスリートでもあります木下春樹。両者による争いとなります。果たしてどちらが準決勝進出となるのか、皆さんお見守りください。同じところで練習する、まあ、先輩と後輩のようなものでもありますね。参りましょう、準々決勝2試合目スタートです。さあまずはライン上に歩み寄りましたのは林英心、12歳、ギボンジャパンライダー、上皇寺スラックラインパークにてその技を磨いているスーパーキッズ、世界の各国のテレビからもですね出演オファーがやみません。スーパーキッズとして各国でその名を紹介させるされております。林英心オンザライン、ウェア720、2回転。対しますはビブナンバー2番、木下春樹、ギボンインターナショナルプロアスリート、そしてレッドブルが認めたプロアスリートです。大きなバックリップからそのままエストニアン、背中でバックでキャッチしました。高いエア、そして余裕のあるトリックの数々、後ろに1回転ひねり込みながらのバックリップ、さらにスパイラル360も両方向、さらには720をコンボの中でつないできます。安定感と確実なスキル。さあ対しますはスーパーキッズ林英心、2019年度の大会、こちらリボンカップ会場山梨県オープン男子3位、岩手県大会もオープン男子3位という成績を残しています。林英心、バックフリップをキャッチ、胸でキャッチです。補助タップスピン、180バットバンスからバックリップ、ビートを見つけると止めてきた。さあ、そしてグブランバー2番、木下春樹、ギボンインターナショナルプロアスリート、世界におけるドミニオンリバードロップで優勝、ヨーロピアンスラックラインマスターズ2位、 GoPro マウンテンエクスケルセン2位、世界のトップにも何でも輝いたことある、世界が認めたトップライダー、フロントのフィアレス、スパイラル、さらにそのままアセンションで回ってくる360のピートーンでピタリと止めてラインを譲りました。さあそして同じ環境でお互いの手の内を知る林英心オンザライン、360両方向に回しました。さらにバックリップ、今度はフロントのフィアレス、バックリップから今度はひねりを加えてミスティのチェスト、さらにバックリップから逆方向のミスティ、アセンションからコンボでしっかりとトリックをつないできます。720バックリップ、さらにフロントのヒート、さあビブナンバー2番、木下春樹、高さが違います。ダブルフロント、さらにバック、でかいフリーフォールから180のモジョタップスピン、さらにバックフリップ、フロントのフィアレスからバックフリップをスカイダイブでキャッチ、さらにスパイラルと高難度のトリックをコンボでまだ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 つないで720、さらにダスティーチェスト、まだ続いてくるか、ここで一旦ラインアウト。さあ続いては林英心、バックフリップ、フリーフォール、さらにバックからのフロント、フィアレス、そのままフロッグ、チェストできました。セブファニー、ブレンダー、コーナーインドのトリック、そしてリズをすることなくラインの中心を捉え続けます。ミスティからのバック、さらにフロントのピートーンはわずかに届きられるか、しかしナイスコンボ、
ましてレッドブルアスリート、以前インターナショナルプロアスリート木下春樹、世界の大会でその名をとどろかし続けるトップに君臨し続けるこの男、フロントバックからひねりを加えたミスティをチェストでキャッチ、そのままアセンション、残り時間6秒としたところで何を見せました。さあ両者ともにおそらくラストライドに近づいてまいります。林雄心残り時間15秒と迫ります。バックリップから高さに余裕があります。フィアレススカイダイブ、もうちょっとタップピンからさらに回し込んできたパイプのアセンション、高難易度のトリックをしっかりとコンボでつなぐ、今ここで持ち時間スペースを使い切りました林雄心。さあそして対するは残り時間6秒木下春樹、どちらが準決勝へ進出となるんでしょうか。とんでもない技の数々、いやいや皆さん。